はい、レシート紹介するの後です。この紙はウィスパーロもしくはコマさん用ですね。セブンイレブン小倉清水三丁目店、清水だか清水だかちょっとわからないです。でも小倉じゃなくて小倉ですね。はい、北九州市の小倉北区です。11月3日、2020年11月3日の、午前11時59分で購入してます。ロッテ、カリンのど飴、味わい蜂蜜ですね。普通のカリンのど飴よりね、この味わい蜂蜜ってやつの方がね、美味しいんですよ。95円で税金がぼったくられて100円。これは軽減税率的は100円です。ペイペイでね、購入してます。ペイペイのいろいろ伝票番号が書いてあるから、まあ、個人特定されるかどうかでわかんないけど、ちょっとそうなると困るから、ボールペンじゃない、サインペンで隠してます。はいね、カリンって言うとね、飛んでブータンのね、カリンババアを思い出しますよね。下になんか、ケツメイシっていうなんか広告が書いてありますけど、スーパー風呂敷って何ですかね。風呂敷、庶民の味方スーパーで買った風呂敷ですかね。コマさんのね、風呂敷はボーボーしたいですね。はい、ケツメイシってあれ、アーティストですよね。俺様ね、なんか中学生の頃にね、ケツメイシのことをね、なんかおケツメイシって言ってたら、なんか好きな人になんか怒られました。はい、102円です。カリンババアのダメ102円、セブンイレブン小倉、清水三丁目店、北九州市小倉北区です。はい、それでは。